私あるある。宝塚受験生に対してはめっちゃ厳しい。みなさんこんにちは。元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、あやはねまやです。今回はその冒頭のあるあるもそうなんですけど、私ね本当にね、あの宝塚受験生に対してはねめちゃくちゃ厳しい言葉をかけちゃうんですよね。でそれに対してね、あのコメントをいただいたりもしているので、なんで私がこんなにも宝塚受験生に対して厳しく言ってしまうのかっていうことをね一度お伝えしておこうかなと思います。私はさ、今こんな元宝塚男役、現役アイドル、永遠の30歳、あやはねですっていう風な感じのキャラでやってるじゃないですか。まあキャラでやってるっていうか、まあそういう人間なんですけど、で、まあ、ある程度本当に自由に生きていて、あの普通のね皆さんの思い描く元宝ジェンヌさんのイメージとはかけ離れてると思うんですよ。見た目もね、元男役のくせにこんなね感じだし、ほらなんかヘロヘロニヤニヤしてるし、声も高いしね、チャランポランに見えるじゃないですか。でね、私は今こんだけチャランポランに生きてるんで、好き放題やってるし、好きなことしかやってないしね、楽しく人生エンジョイしてるわけなんですけど、これで元宝ジェンヌなんですよ。でこんな元宝ジェンヌにね、宝ジェンヌになりたい子たちが質問して、どうしたら宝塚に受かれますか、私でも受かる可能性はあるんでしょうかとかね、とても受験が不安なんです、どうしたら頑張って宝塚に受かることができるでしょうかっていう質問を来た時にね、私がねこんな感じのままね、大丈夫だよ、頑張ってね、宝塚受かってきっと後輩になってね、受かるよ、大丈夫だよだとかね、宝塚は誰にでも受かる可能性があるんだから頑張れば大丈夫、応援してるよだけを私がね喋ってたら、こんなチャランポラなやつでも宝塚に入れたんだから、私も宝塚に入れるかも、イエーイってなるじゃないですか。いけるいける、このまま頑張れば大丈夫とか思ってほしくないんです。私はそれだけ、私はね宝塚に入るときはもう命がけってこういうことだって思うほど努力したし、当時はね努力してる自分にさえ気づかないほど、もうとにかくまっしぐらで、なんていうか、今はねインターネットがこう普及してね、簡単にこう私のような人にねコンタクトを取れる時代になっているから聞けるかもしれないけど、その当時私はそういう環境じゃなかったわけです。それでやって受かってきたんだけど、私はね宝塚受験スクールに通ってました。で1年間ね通ってたんですけど、その宝塚受験スクールでは、今私がこの受験生に投げかける厳しい言葉よりも100倍厳しい言葉を実際投げかけられながらやってきました。まあ、あなたみたいにね色が黒くて太ってたら、そんな宝塚に受かるわけないわよ。あなたみたいにここで休んでたら宝塚になんか受からないわよ。そういう言葉を、まあもうちょっとしたことでね、体重を測ってね、 100g でもね太くなってたらね、そんなんで受からないっていうような、それぐらい厳しい言葉を投げかけられたからこそ、プレッシャーをいっぱい負わされて、こんなんで宝塚に受からないんだ、私はもっと1秒でも1分でも他の人よりも努力しなければっていう人たちがたくさんいる中で、よりこの人たちよりも頑張らなきゃっていう気持ちをずっと持ち続けてやったからこそ受かったんだと思うんですよ、私はね。しかもそうやって同じように頑張った人でさえ落ちてる人だってたくさんいるんです。だから私は、私に対して回答を求めるのであれば、私の回答を答えます。だから私はこれからも私に対して質問してくれる受験生の子たちには厳しく返していくつもりですし、実際絶対私はそんな生ぬるい答えをしてたらね受からないと思ってますので、なのでこれからね質
問をくれる受験生の子たち、厳しいのが嫌だったら質問しないでくださいと思っております。そして私に対して同じような質問がね、たくさん来ます。いろんな人たちから。で、年齢も違うしね、場所も違くって、ただ宝塚受験生というね、共通点から同じような質問をみんなくれてると思うんですけど、あ、みんな女のことが気になるんだなっていうことを私もすごく分かりました。そして同じ質問に対する同じ答えをね、何度も何度も動画にできないので、今回ですね、今まで私が受験生に対する言葉、エールだったりとか自分の経験だったりとか、こうおすすめのね、持っていくものだよとかね、いろんなことを回答している、動画や生配信を全て一つにまとめた再生リストを作りました。なのでこの再生リストを一回ね、気になるこう題名のとかがあったら見てもらえたら参考になるんじゃないかなと思います。下の概要欄に載せておきますので、ぜひそちらをご覧になってみてください。そして質問箱も開放しております。下の説明欄に URL を記載しておきますので、気になることがある人はそちらにコメントをいただけたらと思います。全てには答えられないんですけど、私がちょっと答えたいな、これだけは言っておきたいなというような質問があったら、動画や Twitter などで返信しておりますので、ぜひぜひコメントお待ちしております。まあね、私がさ、こんなんだからさ、質問もしやすいと思うし、優しい言葉をね、かけてもらえるかとも思っちゃうと思うんですけど、とにかくね、宝塚受験はね、甘くないです。私こんなんだけど、宝塚受験生の時はスーパーハイパー大真面目で、まっしぐらで何も見えなかったし、今はね、こうやってインターネットも普及してますけどね、だからこそ他の人がインターネット触ってる間に自分は努力するとか、そういう方にね、気が回ればいいんじゃないかなって私は思います。それに宝塚が求めてるものってなんだろうって考えてみるとね、SNS をタカラジェンヌがやってないという事実がある以上ね、受験生も SNS やらなくていいんじゃないかなって思ったり思わなかったり、まあこれ以上言うとね、余計厳しい話になってしまうので、また質問が来たら答えたいと思います。参考になったら嬉しいです。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録